皆さんこんにちは、ベホケです。子供の頃はストーリーがわからなくても剣が使える、銃で撃てる、それだけで楽しかった。しかし年を重ねるごとにゲームのディスクを入れるのもダウンロードする時間もめんどくさくなってしまいますよね。そんなあなたにドラマの続きが気になるように、ゲームの続きを早くプレイしたいと思えるようなストーリーが噛みすぎるプレイステーション4ソフト5選紹介いたします。また発売から時間が経っている作品が多いので多少のネタバレを含みます。あらかじめご了承ください。このチャンネルでは神ゲーとクソゲーの2つを紹介しているので、ぜひこれを機に登録をお願いします。それでは早速始めていきましょう。 Days Gone、 今作品は2019年4月26日に発売されたオープンワールドサバイバルアクションゲームになっております。ゲームの舞台は謎のウイルスの蔓延により感染者、いわゆるゾンビたちが闊歩する世界が舞台となっています。物語の始まりはパンデミックにより世界が混乱の渦に巻き込まれているところから始まってきます。主人公ディーコンのサイヤの妻サラーがパンデミックの世界で迷子と思われる子供に近寄った際に、すでに子供が感染しており、サラーが怪我を負わされてしまいます。その後ヘリコプターで病院へと移送されるのですが、定員オーバーにより主人公ディーコンとサラは生き別れになってしまい、その後ディーコンは相棒と一緒に命からがらなんとか生き延びることができ、サラが移送された病院へ行くもゾンビにより壊滅状態で生存者は誰もいませんでした。そこからいくつかの月日が経ち、妻を亡くしたショックで生きる目的もないディーコンでしたが、世界が壊滅している空にヘリコプターが飛んでいるのを見つけ追跡します。そこで主人公は妻と生き別れになった際に乗っていた男を発見し、物語は急加速していきます。今作品の発売当初は評価が悪く、いろんなゾンビゲームを掛け合わせたような出来だったり、 PV と思っていたのと違ったりなどで評価が荒れていましたが、物語が後半になるにつれかなり進展があり、没頭してしまうような内容なので、発売から時間が経ってから評価が上がった珍しい作品になっています。物語の内容も難しい内容ではなく、誰でも理解できるようなシンプルかつ感動させる内容になっているのも評価を上げている要因の一つだと思います。ストーリーだけで言えば文句なしの神ゲーでしょう。デスストランディング、今作品は2019年11月8日に発売されたオープンワールドアクションゲームになっております。ゲームの舞台はデスストランディングという現象により人々や街が引き裂かれ崩壊した世界が舞台となっています。物語の始まりは荒廃した世界で配達人をしていた主人公サムが育ての母であり最後のアメリカ大統領であるブリジットに死ぬ間際あるお願いをされます。それは荒廃し分裂したアメリカを今一度再建してほしいという願いでした。再建というのは分裂した各地をカイラル通信というもので一つにつなげるといった方法でした。一度は拒否したものの、義理の姉アメリが遠くの都市で拘束されていることを知り、姉を助けるついでに再建に手を貸します。その旅の道中での出会いや苦難が物語の内容を深めていくものとなっています。正直最初は専門用語が多く難しい内容になっていますが、簡単に説明するとバラバラになったアメリカを Wi-Fi みたいなもので一つにしてしまおうといった内容です。この内容のどこが面白いのかと言われると難しいのですが、最後にあるどんでん返しや最初理解できなかった内容などが解明されていく様を見ているのは非常に引き込まれていきました。ユーザーでの評価は完全に賛否両論で、ムービーが長い、配達がめんどくさい、専門用語が多いといった内容や世界観が素晴らしい、映画みたい、配達が面白すぎるといった対極のような意見が見受けられました。人によってここまで感じ方が違った作品ですが、僕自身は物語、ゲーム性非常に楽しめた作品でした。プレイグテイルイノセンス、今作品は2019年11月28日に発売されたアクションアドベンチャーになっております。ゲームの舞台は黒死病として恐れられたペストが猛威を振るうフランスが舞台になっております。物語の始まりは平穏に暮らしていた家族が急に異端審問官という、簡単に言うと宗教の兵士みたいな存在に両親を殺された兄弟がなぜ追われているのかを逃げながら調べていく内容になっています。そして調べていくうちに主人公アミシアの弟ユーゴにある能力が携わっていることが物語を進めていくことで解明していきます。この能力を話すとかなりネタバレになってしまうので話しませんが、世界を変えてしまうほどの能力ということだけは話しておきましょう。ユーザーでの評価がほぼ高評価で、大半の方が物語に没頭してしまい 2,3 日でクリアしてしまうほど、この作品自体20時間ほどあればクリアできてしまうので、ボリュームとしては少し物足りないかもしれませんが、暗い雰囲気が好きな方にはおすすめできる作品。ただ大量のネズミが頻繁に出現するので集合体恐怖症の方は注意。
ラストオブアス。今作品は2013年6月20日に発売されたサバイバルアクションゲームになっております。ゲームの舞台はパンデミックにより世界が荒廃した世界で人間の情景が描かれています。物語の始まりはある人物にエリーという子供を目的地まで運ぶように取引します。最初は何も知らずエリーを運ぶ主人公ジョエルでしたが、途中エリーがすでに疫病に感染していたことが発覚します。その際にエリーに疫病の耐性があることを知り、運ぶ目的をそこで知りました。はじめは厄介な仕事を引き受けてしまったと思うジョエルでしたが、長い間一緒に旅をすることで実の娘のような感情を持ち始めます。また旅の道中では感染者、いわゆるゾンビや人間との争いもあり、死と隣り合わせの状況が続きます。そして終盤では目的地である病院へたどり着き、ジョエルの仕事は終わったかに見えたが、そこでまた新たな事実を知り、物語は急展開します。この作品はゲームが好きなら誰もが知る作品だと思いますが、物語に重きを置いた作品になっています。ゲーム性についてはほぼ一本道で、ゾンビを倒して人を倒しての繰り返しなので、ゲームがしたいという方よりも感動するようなゲーム、考えさせられるようなゲームが好きな方にはドハマりすること間違いないでしょう。今回はその後の物語も2として発売されているため、1をプレイしたならば2は絶対すべき作品になっています。ニーヤオートマタ。今作品は2017年2月23日に発売されたアクション RPG になっています。ゲームの物語は荒廃した地球が舞台となっています。物語の始まりは地球に突如として現れたエイリアンに襲撃され、人類は敗れてしまい月へと避難することを余儀なくされます。月へ生き延びた人類はエイリアンを倒すため、奪われた地球を奪い返すためにアンドロイド兵士を製造し抵抗軍を結成します。しかしその抵抗軍では状況を変えることができず、数千年にわたり同じ状況が続いたが、新型のアンドロイド兵士を開発されることで一気に物語が急展開します。今作ではこの新型アンドロイド兵士を操作することになり、実際に操作するのは新型アンドロイド兵士が導入された後からの話になっております。今作品では物語のエンディングがいくつも用意されており、一人の主人公の視点だけではなく、いろんなアンドロイド兵士の視点から物語を進めていくことができます。1周目では理解できなかった内容も何周もすることにより謎が解明されていくので、非常に奥が深い物語となっています。ユーザーからの評価は高評価多めで、簡単なゲーム性にストレスのない操作性や物語の様々な視点からの見え方が非常に面白いといった内容でした。ただ今作ではシューティング要素もあり、その点については必要なかったのではないかなどの声や、シューティングの難易度が高いなどもありましたが、物語だけで評価すると間違いなく神ゲーに入ると思います。いかがだったでしょうか。皆さんの思う物語が神ゲーソフトもコメント欄で教えてくだされば幸いです。それでは次回のゲーム紹介でお会いしましょう。